今年のセッティングはですね、昨年までとは違って、まず一番大きな違いはパー、パー設定。去年まではパー71でやったんですけども、今年はパー72ということで、じゃあどこを増やしたかといったら、10番ホールですね、はい、10番ホールを昨年まではパー4、471ヤードのパー4だったんですが、今年から515ヤードのパー5というふうに延長させていただきました。設定を変更させていただいた。それとあとは15番ホールですね、去年までは570ヤードのパー5だったんですが、今年はグリーンを拡張したのも含めてですね、615ヤードのパー5。これは完全な3ショットホールといって、まあ、2オンがほぼほぼ不可能な、距離になってます。4ホールのロングのうち3ホールは2オンするので可能となるので、1ホールは、本来あるパー5の3ショットでどう攻めていくか、こういった設定になってます。トータルで89ヤード延長されて7402ヤードのパー72ということで、まあ、設定をさせていただきました。どちらかというとですね、まあ、スコアメイクはしやすくなったと言ったらいいんですかね。去年までは前半でできるだけ稼いで、中盤の難度の高い7番、8番、9番、10番、この4ホールをどう乗り切っていくか、これはポイントだったんですが、10番パー5することによって、10番パー5にすることによって、途中でですね、一回また気持ちの中では、切り替えていくことができると言ったらいいんですかね、まあ、スコアをもう一度こう組み立てる、我慢だけではなくて、バーディーを取りやすくすることによってまた組み方が変わってくる、そんなような設定になってますね。実はですね、7番ホールにパー3があるんですけども、まあ、こちらちょっと動線的には遠いんで、なかなかギャラリーの方は行くのには苦労されるんですけども、この7番ホールが実は、最長で231ヤード、最短では144ヤードという設定で、非常にこうティーグラウンドを大幅に変更しています。池絡みもあって、まあ、フェアウェイウッドで打つ日もあればショートアイアンで打つ日もあると、ピンの位置、いわゆるホールロケーションですね、これもかなり際どいところに池絡みで行きますので、池をどう、まあ、なんていうんですかね、勇気を持って打っていけるか、そういったところを見ていけるんではないかなと。だから7番、8番、9番、ギャイの方にはぜひ足を運んでみていただきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。